あなたは霊の存在を信じるだろうか。この世に凄まじい怨念を残して死んでいった者たちの魂、どす黒い悪意が生む忌まわしい呪い、そこに科学的根拠は何ら存在しない。しかし今夜あなたは目を疑いたくなるような恐怖の数々を目撃し、そして体験することになる。この夏最強衝撃のホラーエンターテインメント、日本の怖い夜特別編。お祓いを行って臨んだスタジオ収録だったのだが、予想をはるかに超えた事態が巻き起こる。お客さんが気持ち悪くなっちゃった。ほらーお客さんが、マジできついですよ、僕このままお振りできるようかな。うわ、何これ、うわー、ちょっと、どこだって分かんない、これ大丈夫か。今夜、その全てをここに公開する。おもちか、大丈夫、音は繋がってないじゃん。お話してもらえない。我々は絶対に解いてはならない封印を解いてしまったのかもしれない。超強力な恐怖体験や心霊現象が日本全国の視聴者から寄せられた投稿総数1778通の実際に存在する恐怖。今回この中で番組独自の恐怖指数によってトップ10を厳選。その結果、身の毛もよだつ史上最強の10個の恐怖がランクインした。本当にあった史上最強ベスト10。今日はということでね、本当にあった史上最強ベスト10、司会の栗牛上田氏でございます。有田絶品でございます。 TBS アナウンサー木村郁美です。よろしくお願いします。いやー、今日はですね、この番組ですね、怖い話がガンガン出てきますので、すいません、ね、怖がってもらおうじゃないかって。トーンがおかしい、トーンが、ね、心霊番組ですか。なんで急変してんの。またセットも心霊番組とは思えないような色使いですからね。これね、いや、あのね、でもね、本当に今日は怖いんで、セットだけでもこう明るくしておかないと。今回ご紹介しますのは、すべて投稿で寄せられました実話になるんですよ。投稿数はすべてで1778通ありまして、その中からめちゃめちゃ怖い話をベスト10形式で皆さんにお伝えしていこうと。まあ、怖い話をランキングにするっていうのも思うんですけれどもね。今回とんでもない恐怖体験をするのがこちらの6名のゲスト。勝俣さん、めちゃめちゃ怖がりじゃないですか。めっちゃ怖がりですよ。なぜオファーを引き受けたんですか。怖いホラーとか見るじゃないですか、はい、トイレに行けなくてベランダでおしっこしちゃうんですよ。今日の夜が怖いですね。逆にソナちゃんはさ、韓国で幽霊とか見たことある？あんの、やっぱ見たことないけど、なんか話、昔からの話はありますね、うんうん、違うの、韓国と日本の幽霊は質は、雰囲気だと、見た目だと、うん、あのなんていうんですか、チマジョゴリの真っ白いスーツで、チマジョゴリを着るときは必ずこうちゃんとこうやって結ぶんですよ。でもそれを全部こうなんかこう、あ、バサッと似てるな。あ、なるほどね。ちょっと似てる
かなって感じはするんですけど、韓国のねホラー映画も怖いですからね、最近ね。そういうのもひょっとしたら今日出てくるかもしれませんけど、あと凪良さんはね、怖い話とかやられてるイメージありますけど、霊感全くないですよ。神社の前で白い着物を着た人と、それから目の前で車が消えた、めちゃめちゃ怖いです。十分でしょ、その2つ目だけでも。いや、朝からね今日は何も食べずに来ました。あのね、関係ないですよそれは。確かになんか凪良さんなんかちょっと死に化粧みたいになってる。夏っぽくないよね。夏っぽくない、全然真っ白ですよ。メイクさんがこの動乱がいいって言ったメイクしてたんですか。さくらちゃんはどうなんですか。私も大嫌いなんですよ。なんで引き受けた。だからそれ来なきゃいいの。あのね、本当にマネージャーさんに昨日までこれどんな番組なんですかって聞いても言わないんです、内容。マネージャーさんも多分私が嫌いなの知ってるので、でここへ来て初めて台本渡してもらって、ってそれはひょっとしたら今日はかわいそうな目にね。ヒロシにはね、今回まあロケの方なんかにも行ってもらったと、いやね、これ皆さんちょっと本当お茶だけだ、今日ダメですよ。そうでしょ。僕現にちょっと前に霊がついてると言われたことがあって、どんな霊がついてるんですかって聞いたら、100円ショップの店員の霊がついてるって。まあ笑っちゃいけないんだけどね、いろんな霊がいるからさ、成仏してないんだね。そういうことがあるんだよ。笑っちゃいけないよ、笑っちゃいけないよ、霊だから。そうですけどね。劇団ひとりはどうなの。怖い体験いっぱいありました。どういうの。釣りしに行ったんですよ、島みたいなところに降りて、そこへ釣ってたんですよ。したらその島がすげえちょっと揺れるんですよ。で何かなと思ったら、その島が実は巨大なタコだったんです。お前いい加減しろよ。これでもね、マジマラなんです。いやだけど何真剣に押してんの。すっごいでっかいタコです。だからお前そのトーンで言えば信じると思うのよ。しかも幽霊とかじゃないっすね。怪獣がいたってだから慌てて釣りして帰ったんですよ。なんで釣りしてんの。ということでね、今回はね、まあ、番組がどのようにしてこの恐怖の心霊現象をランキングにしているのか、その会場の方をね呼んでみましょう。恐怖計測会場の高野さん。はい、こちら恐怖計測会場の高野です。ここで何が行われているかといいますと、視聴者の方から寄せられました恐怖体験や心霊現象をランダムに集められましたこちらの女性方、20人ほどいらっしゃるんですが、このようにですね、何かに恐怖を感じたことによって脳波に現れるベータ波、そして微弱な電流を最新のシステムによって計測し、ベスト10を選びたいと思います。すでに計測は終盤を迎えておりまして、間もなくトップ10が出揃います。ちょっと高野さん、はい、そのさっき悲鳴を上げてらした女性にインタビューしていただいてもよろしいですか。はい、今悲鳴を上げていましたが、何に驚きましたか。いや、そうなんでしょうか。こうなんですか。大丈夫ですか、本当に。具合悪いんじゃないですか。皆さん、具合が悪くなったらすぐ挙手してください。すぐ退場をお願いしたいと思います。みんなね、ね、肘ついて、みんな同じようなポーズを取るんだ。みんなが危ない。こういう風にね。そしてですね、最新システム、こちら実際に NASA でも使われているというシステムでございます。いや、NASA は何で。本当だ、 NASA って書いてある。いや、ちょっと待ってください。 NASA って書いてあるから間違いない。いや、それが用がしじゃねえかな、あれ。 NASA ってそれレンタルとか始めたんですか。いや、それはどうなんでしょうか。ちょっと番組サイドです、それは。はい、どうかな。かなり物々しい空気ではね。僕らもあっちみたいな雰囲気でやった方がいいんじゃないですか。こんなカラフルでやるよりも。でもその雰囲気壊したのお前じゃんか、巨大タコの話。あれは盛り上がったでしょ。怖い怖い。空気変えてくださいよ、これから。さあ、それではね、いよいよ番組の方を進めてまいりましょうか。はい、はい、それでは本当にあった史上最強ベスト10、まずは第10位の発表です。うわそこ。アンガールズがジャンガジャンガとかはそんな。持ってる人ちょっと鼻がすぎて。まあ確かに心霊学でなんてラウンドガールだみたいな。もっと貞子みたいな格好ですよね。最高ないですけれどもね。実際アンガールズさんが巻き込まれた恐怖現象。はい。巻き込まれた。はい。なるほど。これちょっと見ていただいた方が。ましょう。はい。VTR どうぞ。アンガールズが霊とジャンガジャンガ。
ついに捉えた史上最強の心霊映像。まずは防犯カメラに映し出された心霊映像を紹介しよう。これはマンションのエレベーターの防犯カメラ。鏡に映る男性を見るとなんと体が透けている。管理人に確認したところ、鏡に映る男性はこのマンションの住人ではないという。一体何者なのか。こちらはオフィスビルの廊下を監視する防犯カメラ。はっきり映ってんじゃん。お分かりいただけただろうか。誰もいないはずの廊下の壁を走り抜けるカメラ。このビルをさまよう霊の姿なのか。こんなはっきり映ってんだね。続いては病院の待合室に設置された防犯カメラ。お分かりいただけただろうか。待合室をゆっくりと横見る不気味なシルエット。まるでこの世に残した未練を悲しむかのようにゆっくりと迫る。続いてお見せするのは視聴者から送られてきた一本の VTR。 娘の誕生日を祝いケーキを囲む家族、そこに招かざる客が映り込んでいた。もう一度ご覧いただこう。娘たち2人のちょうど真ん中に注目。お分かりいただけただろうか。まるで幸せな家族を羨んでいるかのような青白い女性の顔が。明かりがついている時には当然そこに誰も映っていない。幸せのひととき、一瞬にして凍りつく衝撃の映像である。そして映画に映り込んだ恐ろしい霊の姿をお見せしよう。かくたば、話題の映画呪い。アンガールズも出演するこの映画にはお蔵入りにされた恐るべき映像があるという。いや見えるわけじゃなくて。番組ではその映像を独占入手。早速アンガールズの元を訪れこの映像を見てもらうことに。とその前に、どうもアンガールズです。ショートコント肝試し。あれ田中さん何やってるんですか。あ、ああ悪霊に取り付けられないようにおまじないかけてんだよ。あ、そうなんですか。でもなんか悪霊に取り付かれてる人みたいですね。あ、逆に。どうもありがとうございました。涼んでいただいたところで本題へ移る。実はですね、はい、本日お二人が初出演しました映画呪いの、はい、あまりにも恐ろしいためにお蔵入りしてしまった VTR をお持ちしました。俺らのところに映ったの。俺らと一緒に映ってるっていうことですよ、はい、だからいわば霊との共演です。霊感山根が強いっていうことじゃない。だからそうです。強いんですか。嘘つきました。ということで
早速その問題の映像を見る2人。すると、おおおおおお、気持ち悪い、何あれ。果たしてそこに映り込んでいたものとは。字がやだよ、何やだよこれ。いやちょっとお前見てこい、お前行けよお前。いやいや、もうちょっと怖いな、何あれ。もう一度ご覧いただこう。女性の腰に注目。いやいや、もうちょっと怖いな、何あれ。お分かりいただけただろうか。よく見ると人の手のような青白い影が。まるでこの女性を霊界へと引きずり込もうとしているかのようなもの。てことで、これマジで怖いですね。第10位から相当目白押しでね。いやいやいや、 VTR 中ちょっと勝間さんがうるさすぎっていうのはありますけれども、先生、土下座でも何でもするんだよな、僕なしってことって。ダメです、最後まで言ってもらえます。無理ですね、だってこのレベルがまだ10位なわけでしょ。10位ですね。普通ね、他の番組だとこのレベルを引っ張って引っ張って最後じゃない。そう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 、うん、防犯カメラとか病院とかエレベーターとか。エレベーターとかですか。あれはっきり映りすぎでしょ。透き通ってるもんね、手すりがね。この番組意味が分かんない。分かんないですよね。いや、そういう心霊番組なんですよ。いや、絶対もう、いや、まあ、夏らしいちょっと怖いものをね、お届けしよう。でもこれ本当の話なんでしょ、全部。そう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 、実際の映像だからね。なぎらさん的になんか印象深いのございました？防犯ビデオっていうのはその映画っていうのはなんか細工とかそれ感じるけども、あれはリアリティがあるから余計嫌だな。そうですよね。もう桜ちゃん、もう今日絶対寝られないみたいなことさっきおっしゃってましたもんね。全部電気つけて音楽つけっぱなしの状態じゃ寝れないと思います。でも電気ね、つけた窓ガラスに、やだやだ、必ずいます。まあね、でも有田さん最近はね、よく携帯電話にまつわる心霊現象なんてね、必ずね聞きますよね。言うじゃないですね。それでね、実は今日はね、人がこう死ぬ時の断末魔の声が聞けるというね、そういう電話番号を入手したんですよ。そこに電話するとその断末魔の声が聞こえるっていうね。この電話でちょっとかけてみますけど、まあ何をかく先ほどですね、怖い VTR がこうね流れてる時に、はい、これ誰かから電話かかったんですよ。マジ？電話が聞こえるところ、おお、千葉さん、本番中にはかけないでください。それ怖いよね。千葉さん、びっくりした、なんだろうと思って。千葉さん、しつこいんだ、千葉さん、何回もかけてくる。緊急だったんですかね。じゃあこのマジで怖いその断末魔の声の電話っていうのは、ね、はい、じゃあこれは劇団ひとりはちょうどいいかな。ちょうどいいですね。ちょっと劇団ひとりちょっと前ですか。すごい、やだ、なんかまだ疑ってるもんね、言ったね。この番号なんですけど、何の電話なんですか。いや、死ぬ寸前の、じゃ聞いてみて。死ぬ寸前の電話。死ぬ寸前の断末魔だからね。どういうことですか。聞こえるんだ。静かに、間違えました。え、俺これ席戻るんですか。静かに戻らないと。だって全員聞いたのに意味なかったですよね。フォローとかないですか。ありがとうございました。ありがとうございました。なんでこれ。さあ、それなので、次の VTR に行ってみましょう。はい、それでは本当にあった史上最強ベスト10第9位の発表です。この音に肌を。広瀬です。お水の霊と出会ったとです。いつまで移動してんだよ。瞬間移動。
姉さん脱いじゃった上。あ、そうだ、気をつけて。なんでラウンドから1枚脱いだんですか。そう、1枚脱いだんだよね。その楽しみもあるんだな。いや、行ってきました僕。なんでなんで。広瀬さん VTR の感じ。いや別にもう手はいいだろうよ。いつまで手握ってるんですか。セクハラじゃなくて怖いのね。ちょ怖いんですよ、本当に怖いんですよ。力入ってる。いや怖いなら怖いなりの登場の仕方はすごい。広瀬ですよなくていいの今日は。でも、まあ、順位があれだから。だから本当は僕はこうやっておちゃらけた感じしたくないんですけど、スタッフがほら言えって言うもんだから。お前ずっと手握ってんじゃねえかよ。だからじゃあとりあえず VTR どうぞ。ヒロシが新宿歌舞伎町でお水の霊と出会ったとです。番組に送られてきた一通の手紙。キャバクラで共に働いていた友人がお店で自殺。それからというもの店内で怪奇現象が頻発。番組では霊の供養にこの男を指名した。ヒロシです。でも僕ちょっと霊感とか全くないんですけども、何をすればいいんですか。あまり乗り気ではないヒロシを連れ、我々は手紙をくれた女性のもとへ。現在は別のお店で働いていた。初めまして。この方が手紙を送ってきた谷本愛さん。ヒロシです。自殺の原因というのは何ですか。一番ホストの方に振られたことだと思うんですけど。あ、振られたんですか。はい、暗い子が嫌いって。ひどいこと言うね。ひどいですよね。あ、そう、うん、元ホストのヒロシこそ幸子さんの霊を慰めるのにふさわしいはず。2人は幸子さんが自殺した新宿歌舞伎町にある雑居ビルへ。ちょっと嫌よね。そうです。え、ちょっとなんか暗いやん。もうやってないんで。うえぇ、あ、もうエレベーターだったらいきなり店。ちょっとなんか、ないと。管理会社に借りた鍵で扉を開けてみると。これうわぁ、ちょっと怖えよ。そう、嫌だ俺。ダメだ、ダメだ、ここで死んだところ。お店知ってても、すごい。うわぁ、こう、服をまだ衣装がまだ置いてる。そうですね、持って帰ってない。これ綺麗な女性が着てたの。これそうです ね、 ね、ちょっと待って、こちら。そして突然愛さんはヒロシをある場所へ。こうで、あの幸子がは、あの炭焼くの。え、マジで ここ食べたの。引くわ。ああ、これ見つかったんですか。そうです。幸子さんの霊が出てきやすいようにと、ここからはヒロシと愛さん二人きりで撮影を続行。あのトイレにも小型無人カメラを設置した。これ怖いな。果たして幸子さんの霊は現れるのか。ちょっとなんか喋ってよ。怖えよ。まあでも何も何もないよ。何も起こらないですかね。すると、カサカサで動いてある今。あ、これ外の音も。なんか聞こえるよね、音が。かすかな音にも敏感になるヒロシ。うわ、なんだろう。天井のきしむ音にビビり上がるヒロシ。この時ちゃっかり愛さんの手を握りしめていた。まずいやろこれ。なんか責任感があるから言おうとするやろ。いやいや、でもまずい。その後も
愛さんの肩に手をかけ、ビビりっぱなしのヒロシ。そしてさらなる恐怖が。なんと椅子が突然崩れ落ちたのだ。一体なぜ。あまりの恐怖に混乱するヒロシ。そして具体的にどういうの、その患者。勤めているお店から呼び出され、退出することとなった愛さん。携帯の音が良くなさすぎて、ここからは一人ぼっちになったヒロシだけで幸子さんの霊を待つ。このあとさらなる恐怖が。なんと誰もいないはずの店内でトイレの水が流れる音。しかしトイレの映像に水が流された様子は一切映し出されていない。その理解しがたい現象にヒロシは、あまりの恐怖にヒロシは逃亡。撮影は中止となってしまった。何逃げてきてんの？いやでも逃げだろ。怖いんですよ。いや気になるじゃんか、ここで終わられても。だってあそこで僕あの後いても何もすることできないじゃないですか。特別な能力あるわけじゃないから、除霊するとかそういうことじゃないのか。はい、そもそもだって僕行かせる理由が分かんないですもん、あそこに。いやだからホストにね、振られた幸子さんはやっぱ、うん、ホストに慰められるのがいいんじゃないかっていうことなんでしょ。幸子さんも僕に慰められてもね、どうなんだっていう話でしょ。トイレ その水の音は本当にあれ何、その本当近くから聞こえてきた、それともだか2階上とか下とか。いやいや、もうあのトイレはあそこのトイレですもん。ちょっと映像次は落ちてなかった、流れてないですよね。実にあそこだったんです。あのちょうど待機してるスタッフがちょっといいですかねって。違う違う違う。あそこの扉入るときギギギギって音がするんですよ。あ、聞こえない。だから聞こえないから入ってるか入ってないか分かるわけです僕に。じゃあ何でしょう。マジで幽霊ってこと？いや絶対そうですよ。俺でも本当肩重いんですよあれから。なんかね、それは本当本格的になんかやった方がいいんじゃないですか実際は。そうだから俺スタッフにも頼むけど呼んでくんないんですよ誰も。本番前にちょっとお祓いしていただいたじゃない、はい、先生に聞いてみる。あ、そうですね。じゃあ先生、先生ちょっとよろしいですか。この番組のお祓いを担当した顧問霊能者宗祐こと上島健次郎がヒロシの条例を行うことに。ヒロシはなんか肩重いんですけど関係あるんですかね、このロケと。関係あります、あります、ね、本当に何かついてます、うん、ついてますね。じゃあもうこれ本当かよ。あのヒロシさん、不安感ってありません？はい、不安感。いや、いろいろありますね。あの生き霊に疲れてると不安感がすごく増してくるんですね。生き霊なんですか？どんな不安を持ってたの？いや、一発屋になるんじゃないかとか。基本的にそれは霊のせいじゃないか。ちなみにですけども、こちらの5人にも、ちょっと霊とか見えたりするもんですか？いや、誰とか言わなくてもいいですよ。ちょっと待って、います？やっぱり危ない方もいらっしゃいますよね。危ない方は一応教えておいていただいても。いや、いいです別に。いや、非常にね、強いオーラが皆さん出てきてる。はい、大丈夫ですよ。オーラに守られてる、伸び盛りです。あ、よかった。大丈夫。あ、すいません、僕はオーラは条例はね、お払いをした方がいいと思いますね。俺そうだよ、ね、いやふざけてる場合じゃなかったんだよ。いや分かってない、俺重々承知の上で。大丈夫。オーラン剣と赤オーラン剣と赤オーラン剣と赤六本症状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 。大丈夫です。え、遅れて払った。はい、
もう今見えないんですか。うん、払い切れないから。映ったりはしないんですか。あ、人かな。だからそれは大丈夫なんだ。先生、そういうことってあるんですかね。人に、例えば隣のユンソナに映っちゃうみたいな。映ることありますね。嫌です。ヒロシ嫌もん。そりゃそうだよね。そう、決められた席だったそんなの映されたらね。何をやってるんですか。今なぎらさんがもうっていうか、なぎらさん相当力持ってんだから。相当なれる。しかも簡単な作業だ。じゃあなぎらさんに除霊してもらえばよかったんだ。続いての VTR、はい、怖いよ。本当にあった史上最強ベスト10第8位の発表です。まだ8位だ。まだない。友近が突撃恐怖レポート。本当にあった呪怨の家。ラウンドガールが下も取りましたね。長いはどうなるもんね。セクシー。あのジョンの家、誰かご覧になった方だと。ジョン見ましたよ。ああ、怖い。ジョンの家って実際どんな感じの家なんですか。普通の家なんですよ。はい、普通の家にその子供の霊がずっと宿ってるっていう。あ、普通だから余計怖いんですよ。でもそれはまあ映画での話ですもんね。これ本当にあったっていうことなんですか。ちょっと VTR の方をご覧いただきましょう。こちらです。ハリウッドでもリメイクされた大ヒットホラー、呪怨。東京郊外の住宅地に不気味に佇むある一軒家。この家にはとてつもなく恐ろしい何かが潜んでいた。ここで起きた不可解な一家惨殺事件。そしてこの家を訪れた者は想像を絶する恐怖に襲われるのだ。そんな呪怨さながらの恐怖の家が実際にも存在するという。都内某所に佇む木造築30年の借家だが、ここ数年この家に入居する者はいない。そして周辺住民はこの家をこう呼ぶ、呪怨の家と。そこでは一体何が起きているのだろうか。あのうちね、あそこのうちね、誰もいないはずなのに、あの夜な夜な、もうそれこそ夜になるとお風呂場の方から水の流れる音がするんですよ。あのうちに住んでた人に聞いたんですけど、なんかびしょ濡れの女の子の霊を見たらしいです。松の間ってよく言うじゃないですか。ただ立て付けが悪いだけかもしれないですけど、開かずの押し入れっていうのがあるらしくて、そこを開けると呪われるとか、そういう話は聞いたことがありますね。さらにこの家はテレビ界では絶対に訪れてはいけない心霊スポットとしてタブー視されてきた場所でもあるのだ。かつて番組のロケでここに足を踏み入れたことがある男がいた。その男とは。何かずっとぐるぐる自分の周り動いてるんですかね。真っ暗で何にも見えないんだ。だから気持ち悪いなと思ったんだけど、おいやめろやって言われた。どうしました。その女子さんが驚いたような声だった。うん、ちょっと闇の中で何か動くようなそんな気配があって、本題とは関係のない恐怖話を語る。だがそれよりも恐ろしい出来事が呪怨の家で起きていたという。稲川氏は
この家で体験した恐怖の出来事を語り始めた。そうね、もう10年くらいになるかな、この曲じゃないんだけどね、あの特番でもってこの家に、まあ、取材に行ったわけですよ。そのしね、細かな雨がさーっと来てね、家の前行った時にね、なんか嫌な感じがしたんだっていうのは、なんかこっちは見られているような、そんな感じがしてね、気持ち悪いなと思ったんだけど、待ち事ですから中入ったわけだ。ただなんとな空気がね、こうガーッと押してくるってかな、妙な匂いがしてね、胸苦しいんですよ、息苦しい。でそのうちその温泉さんの方が今その下水溝の音がしたっていうのと、その時なんか声が聞こえたってんだな。うわ、嫌なことがあるなと思ってるうちにスタッフが倒れたんですよ、ガイガルなんで。で次々に倒れていくんで、でみんな撤収したわけだ。それからかな、ここがあの要するに誰も近づかないというか、どの曲もここでは要するには撮影をしない。テレビ界でタブー視されてきた呪怨の家、あそこでの取材やめなさい。決していいことないから、いや多分冗談にならないから、あそこは我々が思っているよはるかに恐ろしいところ。この家には一体何があるというのだろうか。なんかこう稲川さんの話を聞いてるわけでもね、相当気になる家です。撮影したことがない、でもあそこ僕見たことありますけどね。あそこ、あそこ多分ですけど、場所ってこれ言っちゃダメなんですか。ダメ。近くなの。いや、どの辺なの。多分あれだけど、あっちに前住んでたじゃん、俺。あそこら辺だと思う。なの、見覚えある感じ。そう、なんかね、あの犬小屋があって、なんか白い犬とかなんかいたような気がした。ちょこちょこ、いまだに行きますよ。1年ぐらい前も行ったことある。あの辺。はい。え、その時も犬いた。はい、犬してます。えぇ、ー、いや、もう分かんないです、すみません、分かんないですけど。え、住んでないって言ってましたもんね。そうですね、何年もね、10年前にだって取材行ったんですもんね。え、でもその誰も行ったことないってことなんでしょ、そこは、あの、まあ、テレビカメラは、それに行っちゃっていいんですか。いや、それはね、今ね、その呪怨の家と中継がつながっていると。呪怨の家にはですね、あの、はい、友近さんが、え、友近、はい、行ってくれるんですよ。友近さん、はい、はい、中継の友近です。はい、あの、いわゆる呪怨の家。いや、そういう友近さん、そういうことじゃないですよ。なんで友近さん、あの、それがいわゆる呪怨の家ですか。そうなんです、今都内の住宅地にあります、本当にあった呪怨の家の前に来てるんですよ。そこさ、犬小屋とかない。犬小屋というか、あ、でも確かにね、さっき近所の人が、あの、犬の鳴き声はよく聞こえるこの辺りではって言ってましたけど。そうでしょ、ほら、やっぱそうだ、ほら、あそこだわ。ちょっと友近、そのさ、家の雰囲気どうなの。確かに不気味な感じはしますけど、でもこう霊的なものは特には感じないですけどね。あ、そう、入っちゃってるの。え、犬はいない。もう犬いない。え、犬小屋ありました、犬小屋。ほらあるでしょ、あるでしょ。すごい。え、犬はもういないの。これ、え、それはいないだろ。犬はもういないです。もう完全にこう空き家になってますから。そうですよ、ね、あ、そうか。うん、犬は全然いないですよ。へえ、怖くないですか。でも犬を見たって言った。怖くない。怖い。友近はさ、いや、雰囲気はもう本当昼間なんだけど、すごく薄気味悪い感じはします。霊感とかあるの。そう、友近さんは霊感あるんですか。霊感強いですか。私はね、霊感はね、ないんですけれども、うちの母親があります。あ、そう。幽霊見たことあるとか、そういうことじゃないのね。幽霊は見たことないんですよ。へ、幽霊は見たことないんですよ。だからいけんだ。これやっぱり家ってさ、もうかなり老朽化してんの。はい、そうですね、結構あの壁とかも落ちてきてますし、色もちょっともうなんかくすんでる感じですよね。ちょっとね、今までテレビ局がどこもね、はい、そこの撮影に入ったことがないんだって。あ、そうなんですか。ちょっと危険で。へえ。でも友近には入ってもらおうと思っております。でもここ今日は入ったらダメって言われましたよ。え、そっから中継じゃないの。おう、外観
だけでいいっていう話ちょっとだけ中入ってくれる、ちょこっとだけでいいから。怖え、危ないよ、中継で中入ります。うん、ちょこっと入ってみて。でもね、鍵とかないんですよ、鍵とかが。あ、開かない、開かない、開かない、そうなんです、閉まってるんですよ。開けてみ、閉まってます。あ、なんだ、あ、そう、ええ、ほら鍵でしょ。いやいやいや、あれはスタッフの手ですから。あ、じゃあ鍵あるじゃん。え、なんで鍵が。いや、だから今渡されたんですよ、今。じゃあ行きましょうか、ちょこっとだけね。気をつけてくださいね。事前に日本の管理人の方から鍵をお借りしたらしいんですね、スタッフが。開けますよ、はい、これ女の人がこう訪ねるにはちょっとね、開けます。かわいそうじゃないですか、友近さん。まあまあ、まだ4人行きますよ、じゃあ、ね、いいけど開けますよ、はい、倒れないように。開きました。うわ、何？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 先にスタッフが中にいました。何だよ、そんなんだよ。そら、そらね、そら今から撮影するからそういうこともあるよ、友近。そういうのはいいからさ。何だよ、よくできたスタッフだよ、僕よ。先にいた、先回りしてくれてさ、感謝しないと。はい、大丈夫なの、本当に。なんか実はね、この部屋の中に、家の中にすでになんかもうカメラと CCD カメラと小型カメラを設置してあるらしいんですよ。うわ、よく仕掛けられたな。うん、で、うん、なんか何が起きてもいいように。そうだ、ね、なるほど、一日やってみたらいいよね、はい、ちょっとじゃあ友近の、はい、悪いんだけど家の奥の方までちょっと入ってってくれる。いや、奥まで、うん、っていうかもう本当になん、もうやっぱ壁の色も気持ち悪いですよ。どうなの、雰囲気みたいな、ね、どんな感じなんですか。中入った感じっていうのなんか感じ、はい、はね、なんかちょっとカビ臭い感じで、匂いは、あ、気持ち悪くなったりしてないですか。人が住んでる気配は全くないですね。気持ち悪くなったりしてないですか。ただちょっとね、これ本当に息がしにくいんですよ、うん、それお前帯を強く締めすぎたんじゃないの。ウエスト細く見せようとしたんだろうが、帯を強く締めすぎてでしょ。わかった。うるせえ。いいから奥の方行きなさい。さっき谷本さんの話もありましたけど、自分の家って普通の家なんですよね。普通の家。別にその怖い感じじゃない。そうですよ。人は住んでたんですからね。ちょっと行ってみます。ちょっと行って。もう本当私怖いんで、本当に怖がりなんですよ、実は。あれ？何？今なんか音しませんでした、音。いいよ。こっちは聞こえないよ。え？いや、なんかスタッフの物音かなんかでしょ。怖っ。分かります。ちょっとじゃあ奥行きますね。うわー、すげえ。なんかたびたび水の音が聞こえるという、そのお風呂場が奥にあるらしいので。さっきのね、あ、すごい、ジオンの風呂場すげえ怖かった。うわー、あ、ここ台所ですね。お、台所はどうなん。ここは台所もなんかちょっと湿気があるというか。そうね、風通しない。なんででしょうね、人、うん、住んでないのに。なんか、え、ジメッとした感じなの。な、ね、そうなんですよ、ジメッとした感じはしますね。何、鏡を発見しました。いやいやいや、今なんか変な音した。いや、変な音したぞ。ギュッて音、友近、音は今のギュッて音しました。うん、なんか擦れるような。それは床の、これ床の音ですね、これは。あ、これは床のギュッとした音ですわ。え、しないよ、しないよ、しないよ、なんかバリって、バリっていう、なんかバリって音した。中継のあれなんか大きい音だったよ。確かにね、いろんな音はしてるんですよ。うん、ええ、ちなみにそう、鏡何なのかちょっとわかんないんです。鏡、それちょっと曇ってんの。ちょっと曇ってるね。鏡ってあんまり触らない方がいいってよね。鏡ちょっと曇ってない、見えないじゃん、それ何。鏡があって、でもそのさっき湿気があるって言ったじゃないですか、はい、あ、曇ってんだ。曇ってるんですよ。本当だね。そんな湿気があって、そんな湿気が、ちょっと拭き取ってみ。何の湿気かだよね。そうですよね。手で、ほこりじゃなくて湿気なんですね。やらせてくださ い、 いこういうのすげえやだ。すげえな。うわえ、何どうした。え、なんで、どうした、どうした。
私が映りました。ほらそうだろうよ。びっくりした。友近。友近そういうのいいから。いいから。こっちは真剣だからもう。ごめん。いや本当これ謝ってください。不謹慎なことするのやばいよ。いや本当に罰が当たりますよそんなこと言ってたら。分かってる？お前だよ。ちょっと奥行っておく。わかりました。じゃあここがあの。お風呂、お風呂場になるんですけど、ね、何でなんかお水があるんだろう。水お湯抜いてない。ちょっと開けてみますね。開けますよ、うん、はい、うん、わちょっと硬い。うわ怖え、もう立て付け悪いめっちゃ硬い。湿気で開けてない。うわ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 うなんで鏡が割れましたけど。いやいや、まあまあ、いや今あれだろ、お前がガンガンやってたからだよな。さっき触ったのがあかんのかな。いやさっき指入ってたん。入ってた。いやだからあれを立て付け悪いとか言ってやってたからじゃないのかな。大丈夫かな。嘘。お前すげえな。そしてまだ行こうとしてんの。いやもう偉い。すごい。いやもう帰りたいよ、帰りたいよ、帰りたいよ。大丈夫か友近。ごめん。びっくりした。もう行く？行きます。開けます？いや行けんの？開くんですか？開く？あ、開きました。すげえ売れてるこれ。本当だですけど。はい。お風呂場です。お湯あんの？お湯っていうか水は。どうなんでしょうね。あれね、うわっていうかね、うわ。湿気？めっちゃまたここも湿気がすごくて、なんで誰か入ってた後みたいな。そうですよね。ほらほらほら、ずっと水滴が、こんな湿気が、水滴おかしい。本当だ、なんでこんなに水滴が。そうなんですよ、水滴がすごいんですよ。浴槽はどうなってんの。浴槽はね、あの蓋がしてあるんですよ、蓋が。ちょっと取ってみ、取ってみ。ちょっと取ってみ。お湯は気持ち悪い。何、水何も入ってない。何、水がね、水かなんか、なんで鉄ですか、何ですかこれは。あ、錆びてんだ。そうですよ、まだちょっと残ってるっていうか。錆びちゃってんじゃん。匂いとかは。匂い、なんかね、小学校の木造校舎のなんか理科室の匂いというか。あんまよくわかんないですけど。消毒っぽいの。錆びた匂い。ああ、はい。なんでまだあんの。ちょっと触ってみてくんない。手こけたらどうしよう。やだ、気持ち悪い。手こけへん。ちょっとだけ、ちょっとだけ。そうだよ、なんかやめとけるんちゃう、大丈夫。ちょっとすごい酸が強かったりしたの。うわ、匂いは匂い。うん、味は匂いは。なめさせない。すごい、なめない、一瞬触った感じはそんなにぬるぬるはしないですけれども、でもさらっともしてない。まあ普通の水でしょ、ずっと前からある。あの、あったかいですか。でもまだ残ってるのもすごく。あったかいですか。いや、冷たいです。なんで残ってるの。生々、冷たいというか、そうですね、普通の水っぽい感じの。もうそれ流しちゃった方がいいんじゃない、そのお湯か水か分かんないけど。怖え、そんなの。流します。え、それなんか線とかあんの。触っていかない方がいい。流して大丈夫かな。なんかこれ意味があるんちゃいます、溜めてるのに。でもそれのせいでこう湿気が充満したんじゃないの。あ、そうか。ああ、いいの、風に触って。やめた方がいいよ。線取っちゃえば。これ抜きますよ、じゃあ。吸い込まれてる？流れてる音がしてます。結構汚れてる。うわー！お！この音出てくない？ゴボゴボ言ってますね。お！何？なんか詰まってんの？いや、なんかでも流れてる感じはしてるんですけどね、ちゃんと。でもほら、見た目そんな流れてる感じじゃないじゃんか。そうそうそう、なんか吸い込まれてる。そうですよ、よく見ると流れてるんですけど、パッと見はなんか詰まってんじゃねえの。やだ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 、詰まっ、パイプが
が詰まった。ちょパイプのとこちょっと見てみて、パイプあの。お前の方はどんだけ S だよ。で変な音してっからさ。S とかじゃないよ。やめた方がいいわ絶対。流れてる友近水。徐々に流れていってはいますけどね。でも遅くない？でも流れちゃっ流れる速度が止まってません？ほら。ちょっと遅い感じはします。本当そうだね。だろ？変なの詰まってたら怖いよなこれ。ちょっとなんか詰まってんじゃないの？ちょ見てみ見てみてそのこの詰ま排水口のとこですか？あちょっとさすがに手は気持ちあるのでなんか手袋かなんかあなんか道具なんかないの？はい。なんか道具かなんかあります？棒かなんかあればね。あ軍手ですか？手じゃん。軍手じゃん。濡れちゃう。しかも水漏れる。大軍手は。ねえ、ゴム手袋ぐらいあって。しかも軍手ってもう水通すじゃん。ねえ、そうですね。ねえ、それやだよ。すげえな。えらい。友近さん、ほんとに助けた方がいい。やばいやばいやばい。わわ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 。え？うわうわうわ。これ海藻かなんかですか？なんで海藻なんだよ。海藻じゃないの。なんで海藻？海藻じゃないの。なんだ。何？ガラス？何？またバンってなんか変な音しましたけど。何？ちょっとこれなんで海藻？海藻じゃねえだろ。なんで海藻があんの今？なんか聞こえましたよね。今の音は？何ですか音？なぎらさんあれなんか聞こえませんでした今？聞こえたパチッつった。ね。うん。ラップ現象？ラップ現象なんですか？え、ラップ現象って、なんか霊が来たりするとなんか電気が弾けたり、パンって音がします。じゃあ今の霊的な現象だってことですか？わからないけども音がしたよね。音がしました。さっきもしましたもんね。友近大丈夫なの？そっちは。いやもう何が何だかわかんないですよこれ。変な音とかしてんの？聞こえてるんですか？そうなんですよ。なんかでもねこのお風呂場ではないんですよ。え、ちょっとじゃあお風呂場から出てみ？あ、押し入れ。はい。うん、教え怖いな。知らない絶対怖いよ。赤ずまんないんだろって言えるんですよ。この場からちょっと出てみよう一回。ままスタッフとか大丈夫なの？スタッフさんがなんかもういいですよ。もういいんじゃない十分。大丈夫こんなの。あれうわ何床が濡れてるんですけど。なんでなんでさっき濡れてなかったですよね。鏡の下じゃないんですよ。いや鏡は違うんだ。まだ向こうです。鏡は向こう。わあ、すげえ。もうやっぱやめた。何何？だから完全なカメラさんがなんかそういうんじゃねえのかよ。何？音聞こえたでしょ。聞こえました。だからカメラさんがなんか踏んだとかじゃないの？いやちゃいますよね。さっきもそんな感じの音だったよ。なんか弾ける音ってありますよね。ラップ現象って。どっちから聞こえんの？すごいねこれ。一回。結構奥です。2階かなこれ。そういうこともあるんですね。すごい近くで聞こえてる感じでしたけど。階段があるんですけどね。怖い。そのあたりから聞こえてるような気がする。大丈夫？はい、なんか怖くなってしまう。大丈夫なの？え？ボイ？おい。あ？友近。あれ？友近さん。出すの？家から。え？何終わり？まあね、続けさせるのもね怖いよね。急に終わられてもね、気になりますよね。そうですよね。これ気になる。終わりですか？大丈夫ですか？友近さん。友近さん、まあ後でじゃあつなぎますか。またはこれでも海藻、海藻みたいなのあるな。なんで海藻？最初あの髪の毛髪の毛だと思ってた。海藻シャンプー？いやそういうことじゃない。だから誰、海藻ができるわけじゃないですか。エキスを取りますから。あ、そう。海藻で洗うやついないじゃないですか。何ですか。いやなんかね、気のせいかもしれないですけど、あの鏡、割れた鏡あるじゃないですか。あそこなんか映りませんでした、ちょうど。すげえ。いや、友近じゃないの。いや、じゃなくて、拭いた後？手これ。お風呂場から出た後。出た後？はい。え、あの割れてた。割れたやつなんかちょろっと映った感じしたんです。そのカメラさんとか友近とかいるよだって。え、誰も気づきませんでした。いやわかんない。全然気づかない。確認できないのかな。いや私全然気づかなかったです。え、じゃあちょっと。いやあれ見たい。え、見られます。中継の。はい。これすごいねでも。え、なに？風呂場出た後。すごいよ。風呂場出た後ですね。でも最後のとこだろ、最後のとこってことだろ。そうです。もうその時言えよ。いやこれ
その時勘違いだったらやばいですよね。勘違いだったら本当にひどいよ。でも友近さんどんどん顔色悪くなってきましたよね。てか友近さん見てみるなんて自由だもんね。友近どうなったんですか。一回出たの顔色がもうなんかどんどん汗かいてどんどんなんか顔色悪く。いや、うん、はい、これさっきのでしょ。え、そうなんですよ。なんかでもね、このお風呂場ではないんですよ。ああ、さっきのところ。はい、このちょっとあと出たとこかかったんですよね。割れちゃったやつ。この後、あの後です。あの鏡、あの鏡。ええ、うわー、うわー、すげー。え、なに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 顔でしょ。怖い怖い。いや、俺わかんない。あれ、後ろの鏡、左の上。え、どこ、ここ、ここ、あれ顔でしょ。もう一回そうでしょ。うわ、あれスタッフの顔じゃないですよ。あんなとこにいないですか。あんな深川亮っぽいスタッフはいないと思うんだよ。でも顔か、顔っぽい。あ、汚れ見たんじゃねえの。湿気かな。いや、要は単純に通り過ぎる前と後でいきなりだから。確かに変わったよね。でもね、あのホラー映画とかの中でもね、あの鏡を通して霊が来るっていう、その鏡で見えるっていうのあるんだよね。ああ、調子とかなんかいう鏡の視力みたいなやつで。え、成田さんそうなんですか。もともとあのあれでしょ、古代ギリシャなんかのシャーマンが貴重なもんだったから、あの占い師とか、はい、霊媒師が鏡使ってやってたわけでしょ。あの霊と交信できるってことですか。さっきは違うでしょ。怖いよね。違うでしょ。え、でも見えるじゃん。え、友近どうなってんの。大丈夫なの。どうぞ。友近さん、友近、友近、友近さん、すごいね、ここにいるのは、はい、あ、聞こえた。奥の部屋ですよね、2階の。あ、から聞こえんの、そのラップ現象は。それでは行くんだ。早速2階上がってみたいと思います。すげえな。気をつけろよ。友近さん、もう気をつけて。スタッフ教えてあげたのかな、なんか変なのか。行っていいです、大丈夫です。まもなく問題の部屋です。友近、友近さん、聞こえないんだ。聞こえないの。友近さん、ああいう気づまえだ。こちらがですね、友近、開かずの押し入れのある部屋です。もしかして、では入りたいと思います。届いてないの。聞こえてますか。聞こえてないです。うわ、こんなガンガン行くといいのかな。いや、さすがにでももうやめた方がいいだろ、これ。すげえ、本当だ。ジオンの映画なのにすごいね。不気味な感じが確かにしますね。もうだだっ広いというか、すごい綺麗にしてあるので、逆になんか私、あの霊感とかはないんですけども、感じるような気がしますね。いや、もう友近、もうやめていいよ、もう、うん、怖いよ。じゃあが、開かずの話します。これ以上ちょっと近寄りたくないんですけど。え、近寄りたくていいですか。まあでも近寄りないとダメですよね。いや、もう近いいいんじゃない。いや、この子何ですか、この色というか、不気味やな。うわ、ちょっと触らない方がいいですね。それではいけないです。もう開けた方がいいですか。いやいやいや、わかりました。いや、友近もういいよ。うわ、気持ち悪い。それでは開けます。硬いですね、これ。すみません、ちょっと手伝ってもらえますか。何今の？え、成田さん今の何すか。水？水？何の？え、おしわってそう出てきたのかと思って、すっげえびっくりした。ちょっと。え、でも友近。あれ、もう繋がんない？っていうか、何？え、お客さんが気持ち悪くなっちゃってる。ほらー！お客さんが、ちょ、え、ちょ、ま、マジで？
大丈夫ですかね。塩まかなきゃ。みんなでしましょうよ。玄関のところで塩まかなきゃ。一回休憩する。VTR。何だったんだ。続ける。まあ、ちょっと現場の方はよく分かんないですけど、実はこの後にこう見てもらう予定だった VTR が、はい、あるんです。そっちをじゃ先に見てもらいましょうかね。VTR どうぞ。本当にあった呪怨の家、そこにはこんな証言が存在する。これはこの家の管理会社の担当者に行ったインタビューである。実はあの家に平成元年から2年間ほど暮らしてた3家族がいらっしゃいまして、その家族とは父親と母親、そして当時8歳の一人娘だった。この家で2年間暮らした後、父親の仕事の都合で他県へと引っ越していったという。しかし引っ越されて3日後のことだったんですが、なんと家族3人の乗った車が海に転落。引き上げられた車からは運転席に父親の遺体が、さらに助手席からは母親の遺体が見つかった。ところがなぜか当時8歳だった娘の遺体だけは発見されなかったというのだ。当時捜査に当たった地元の警察官に話を聞いた。まあ、この辺の海はご覧のように潮の流れが決して激しいっていうわけではないので、遺体がどこか遠くへ流されるっていうことはちょっと考えられないんです。いくら捜索しても娘さんに関するものが何にも見つからなかったっていうのはちょっと考えられないですね。不思議です。一体少女はどこへ消えたのであろうか。ひょっとしたらあの鏡にね、うん、先映ってた、ああそうだね、こうなんかおかっぱっぽい、まあ、まあ分かんないですけどね。まださ、なんか霊が出るとかだったらなんか気持ちの中で収めるとかだったけど、本当の新聞記事になってるわけじゃない、うん、でもまあ回想だなんだとかってつなげようと思ったらね、あそうかね、つなげる無理やりね。いやいや、肩のあたりに、大丈夫一回座ってもらうんですよね。本当に続けてる場合じゃないでしょ。なんかさって先生なんか見えてないんですか。続けても大丈夫ですかね。なんとかね。ちょっと指示をお願いします。いや私も嫌だ。これどうなんですか今。今現在に。今別に大丈夫ですか。番組終わらない限り去らないんじゃないですか。それも難しいと思います。え、それ、いや本当なの。いや本当に集まってきてるのは本当なの。中心にできるんですか。ちょっと一旦座ります。違う違う、ユンさん、間違いかもしれないからね、勝手に言ってたかもしれない。じゃあ皆さんね、一旦またちょっと落ち着いていただいて、あさっきのね中継先の友近が開けた押し入れのね、あの CCD カメラが再生できる。友近はどうなってるんだよ。
まだあっち繋がれないらしいんだよね、中継先がね。それちょっと見てみましょうか。それでは開けます。硬いですね。すみません、ちょっと手伝ってもらえますか。人がでかい口開けて出てきたかと思ってびっくりしたよ。ああ、引き狙ったんだ。何？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 どうした？え、女の子？何かあった？え、なんか映ってます？何？女の子？どこ？どこに？カード。友近さん大丈夫なのかな。友近はまだ繋がらないんだ。ちょっと後ろが気になるしょうがない。友近の電話。復活した、復活した。友近さん、友近、はい、友近、はい、大丈夫、はい、いや大丈夫じゃないですよ。何だったの、何があったんだよ。いやだから、その水見ましたよね。水、うんうん、なんで水なんか出てきたの。いや、わかんないんですよ、それが。な、中になんかこう、ないの？な、なんだったの？なんかその、障子のところが色は変わってるなっていうのは最初に思ってたんですけど。もういいよ、友近、そこは危ないから帰ってきな。出た方がいいじゃん、出た方が。いや、ほんともう。ただ、その、さっきの水なんですけど、うん、なんかしょっぱいんですよ。いやもう、ちょっとしゃべんなってねえじゃん、これ。しょっぱい。え、その海水っぽい感じってこと？海水、そうですよね。さっきもなんかその海藻出てきたじゃないですか、うん、もういいんじゃないですか。とにかくもういい、じゃあもう終わろう、それは。はい、もういいですか。はい、いいよいいよ、ありがとうね。やめた方がいいですよね、うん、はい、ありがとう、お疲れ様でした。はい、あ、気持ち悪い、はい、うわっ、うわが見えたから、俺スタッフかと思ったら全然違かったのよ。あ、すんげえぞ。すいません、上田さん、はい、この部屋なんか変な声が聞こえるんですよ。何？いや、もういいんじゃない？もう何の音よ。こう低いうなり声みたいな。あ、なんか聞こえる。何どっから。うわ、すっげえ気持ち悪い。おお、いや、友近もういいよ。友近さんもう頑張らなくていい、もう大丈夫。うわカメラさんも大丈夫ですか。今映ったろ、なんか映ったね、映ったね、映ったね、映ってましたよ、今。今なんか気持ち悪いの映ったぞ。もうなんか変なの見たぞ、今。帰りましょう、今どこも見たくねえ、もうこれは。ちょっと渚さん、これマジでまずいでしょ。映ったよね。ねえ、もうやだ、ほんとに。やだな。ねえ、もうどうしますこれ。っていうかまずい。もうだから、もうまずいよ、いいでしょ、友近の中継は。ほらほら、ちょっとさ、
もうダメだよ。もうなんかちょっとした音も敏感なんだ。もうしゃれおかしいもんこれ開けるの。いやもう本当にいいでしょ。っていうかこっちもこっちもきついですよ。もうこのままお送りできるようになる。うわ何。まずいまずい。大丈夫です。これはもう俺。もう帰ろう帰ろう帰ろう。もう一旦。スタジオ中お払いしてから帰りたいと。カズマさんも一旦。お出し。もうもう。ちゃんとお払いしてから。おかしいよこれ。ちょっと待ってカメラさん。もうやだマジで。いやちょっと気張るからこれ。いややりますやります。でもちゃんとお払いしてから。お出しください。もう一旦でしょ。出た方がいいんじゃないの？じゃあスタジオに危ないし、みんな怖い。いやー！何やった？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 出たい、この出たい。これじゃあもう番組ごと中止っていうような、オンエアもないって話になって。大丈夫ですか？繋がってる。友近大丈夫？音は繋がってないじゃん。ここで番組収録は中断。ちょっと本当すいません。嘘。終わりなの？すいません。お話してもらいたい。本当終わりなの？ちょっと終わりですよ。相当早く終わっちゃいます、ね、終わったっていうか多分なしです。小島君タバコちょうだい。これだとオンエアできないですよね。タバコ。MC クリームシチューと番組主要スタッフは急遽供養のため中継現場へと向かうことに。呪文の家、それがついに長い封印から解き放たれ恐怖の姿を現す。クリームシチューを乗せた車が中継機の呪文の家に到着。大丈夫か？ちょっと訳が分かんなかったですね。いやじゃあこっちも訳分かんねえんだけど、この後友近さん大阪に戻られるんですが、お話ししていた方がいいんじゃないの？うん、今、はい、あなたつきものがついてるからそれを落として大阪へ行きなさい。私が今落としてあげる。六根症状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 お詫びの運転そうか。すいません、じゃあ先に大阪帰らせてもらいます。気をつけてな。はい、気をつけて。お疲れ様でした。どうした？いや、いたと思うんだよな、前白い犬を飛んだ覚えがあるんだよな。やっぱりただ事じゃないんじゃないかなと思いますけど、ちょっと出ましょうか。映ってましたよね。そうですね、少女もの、この辺でしょ。はい、くっさ見かけてみます。はい、ああここですね。この水出てきたんだね。そうですね。うわっ何どうした？うわ怖い。何してんの？何？うわ犬の首輪ですよ。犬の首輪？犬の首輪。いやなんで？うわ開きましたね。簡単に。三面鏡かしら。うわ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 。
ですかそれ。ここから水が出てきたんですね。観自在菩薩行人般若波羅蜜多自称見聞皆空道一切空役処理し四不異空不異式般若心経。皆様ご苦労様でした。これにてご供養の儀終了でございます。お祓いは終了した。お願いします。じゃあ、はい、じゃあお願いします。とりあえずね、はい、お祓いしていただいたんで、まあ、大丈夫じゃないかなとは思いますけれどもね。うーん、まあ、我々もね、ちょっと幽霊とかあんまり分からないんで、まあね、どういうことかちょっとまだ ねちょっと立て続けにねあったんで、まあ、戸惑っては確かにまあいるんですけれども、まあ、まあでもね、ひょっとしたら海でこう、ね、亡くなったあの少女の霊がこう成仏できずにっていうことなのかもしれませんけど、まあ、ね、まあでも大丈夫じゃないかと思います。どうもお騒がせいたしました。はいはい、 OK です。ありがとうございます。お疲れ様でした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 。これで全ては終わった。誰もがそう思った。直接自宅でよろしいですか。うん、有田大丈夫かな。あんな顔して相当怖がりだからな。白い犬ですか。いや、有田さんが引っかかってるのって。いや、実はスタッフがこっそり教えてくれたことがあって。何？例の3人家族は実際に白い犬を飼ってたらしいんですけど、引っ越すときに置き去りにしちゃったらしくて。置き去り？それでその犬は死んだそうなんですよ。犬の死体を処理してくれって近所の人に頼まれたから間違いないって。餌をあげる人がいないわけですからね。かわいそうにね。この辺ですか。コンビニ寄ってくるんですよ。いや、お前も来いよ。いや、僕は今日はここで。お疲れした。なんだよ。Thank you.
なんだ、来てたんだ。衝撃のホラーエンターテインメント日本の怖い夜特別編、いかがだっただろうか。今宵巻き起こった恐怖の全てはもちろんフィクションでありドラマである。しかし実は今回何も知らされずにこの収録に臨んでいた出演者がいた。全部カットリーです、全部カットリーです。桜さんとゆみちゃん申し訳ない、大丈夫ですか。はい、大丈夫です、はい、これ全部作りでした。ちょっと待って、じゃあ盗めるんですか。確かに筋肉うまかったもんな。
まらんな。広島芝居だったの？全部知っていたとです。なんかもうそんな言えないよ。ひどい。もうみんなで終わりだ。こんな終わりだって台本に書いてあるの。ここで気づかなきゃいけないんだ。よかった。よかった。7位以降は何もないっていうことです。ちょっと怒ってました。こいつずっと半笑いだったんですよ。こいつなんかちょっと本当に何回か笑いそうになったよ。キムリクの直前の時だよね。こう話してる時ずっと下を向いて。すげえ上田さんが冷静なのがおかしくて、すげえこと起きてるのに、じゃあその間 VTR 見てみましょう。俺上田にも大反対なんだ。いや台本に忠実なんだけど、俺は基本的にやっぱほら、なんだろうこれってこっち側に向かってきたら絶対番組を進行しようとするから、みんな笑わないのに、とりあえず VTR 見てもらおう。戻って席戻ってたよ。戻したいんだ。まだ乗ってきてほしいですよね。あー、おかしかった。